えー、人生に悩んでいる3郎生です。考えた結果、何でも買ってたん,んで、過去に20万くらいで買ったものが100万になったときは幸せだと気づきました、えー。何を買ったりですか経営パプロレスおもちゃが好きなので、そっち系のものでお願いします。えー、とたまたまうまくいったからといって、それがずっとうまくいくわけではないので、あの結局、買って損したっていうパターンもあるんですけど、ただ、あの、えー、と割とそのカード系は結構高値で売られる可能性が高いですね。あの遊戯王とか、あのマジック・ザ・ギャザリングとか。多分あの そのギャザーに関してギャザーが最近あの日本人の人が優勝したっていうのにちょっと話題になってましたけどギャザーのカードは多分10年後もそれなりに需要があるでのでその遊戯王の場合10年後ひょっとしたらない可能性もあるんですけどあののなんかそのゲームバランスあのなんかすげえやらかすところなのでもうみんながもう遊戯王やんねえよっていうことになってあの価格暴落する可能性あるんですけどギャザーに関しては結構まっとうので10年後もあると思うのでもしそのおもちゃげでいくんだったらマジック・ザ・ギャルジンのカードってのありなんじゃないかなと思います。あの市場としてはは日本だけででないので